こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回は EG6 を紹介します。5代目ホンダシビック EG 型は1991年に登場。2代目スーパーシビック、3代目ワンダーシビック、4代目グランドシビックに続き5代目スポーツシビックと称されました。ボディタイプは3ドアハッチバック、4ドアセダン、2ドアクーペの3種類。2ドアクーペは日本では生産されておらず、ホンダオブアメリカで生産され、1993年に日本に輸入されました。4ドアセダンはこのモデルからサブネームが付与され、社名がシビックフェリオとなりました。グレードは全部で6種類あり、そのうち VTEC 仕様は3種類。 ETI は新開発の VTEC である VTEC-E という低燃費指向のエンジン。 VTI は SOHC で吸気のみ可変する VTEC。 SIR は BOHC の吸気と排気が両方可変する VTEC。 型式も細かく分かれており、 EG3 から EG9 までありました。そして B16A 搭載の3ドアハッチバックが EG6、4ドアセダンシビックフェリオが EG9 となります。EG シビックの開発コンセプトは、なんとリオのカーニバル、新しい時代を生きる若者に活力のある車を提供したいという思い。そして新規プラットフォームを起こした5代目に新たな躍動感を盛り込むために、サンバボディをエクステリアデザインコンセプトとしました。インターネットもない時代、ホンダの開発チームは実際にブラジルまでサンバを見に行き、現地取材を行いました。デザイン担当者はブラジル人のグラマラスなボディを見て EG シビックのデザインを練ったといいます。またコンセプトには、原色大好き、明るく陽気、ホンダプラスラテンの地といったキーワードも挙げられており、まさしくリオのカーニバルをイメージして作られた車だということがわかります。先代と比べて丸みを帯びたボディは空力にもこだわっており、当時としては非常に低い CD 値 0.31 を実現。そうしてサンバデザインとエアロダイナミクスを融合させたボディは、新世代シビックにふさわしいスタイルへと仕上げられました。そして最上級モデルの SIR2 に搭載されたエンジンは、メイキ B16A、最高出力170馬力、最大トルク16キロを発生、最高出力を7800回転、最大トルクを7300回転で発生させるという超高回転型なこのエンジン。そのパワーは他を寄せつけませんでした。当時のガチのライバルであるトヨタカローラレビン、スプリンタートレの AE101 型の 4AGE の最高出力が160馬力、スーパーチャージャー付きの 4AGZE でやっと170馬力、それに加えてカローラレビンの車両重量が1140キロに対し、 EG6 の車両重量は1040キロと100キロも軽量、転落クラスで行くと頭2つ3つ抜け出た存在でした。また足回りも秀逸、お家芸ともいえる4人ダブルウィッシュボーンは先代から改良され進化。 EF9 ではサスペンションのストロークが不足しており、リアのグリップ力が弱いと指摘されていました。それに対して EG6 ではストロークを多く取り、ホイールベースを延長、これによって路面追従性が大幅にアップ、それまでのシビックの中で最も優れた乗り味とハンドリングを実現しました。ハイパワーエンジン、軽量ボディ、そして優れたコーナリング性能、3拍子揃った EG6 にとって同じクラスでライバルと呼べる車はもはや存在せず、格上をかもれるマシンとして走り屋たちに絶大な人気がありました。その後に登場するシビックタイプ R EK9 のせいで、シビック SIR というグレードがちょっと地味に思われている節がありますが、それはとんでもない思い違い。 B16A 搭載の EG6 の時点でシビックは最強マシンとして完成しているのです。峠でもレース界でも天下を取ったと言っても過言でないでしょう。そんな EG6 ですが、ぜひとも知っておいてほしいエピソードを最後に紹介しておきます。それは次の3つ。ゲルハルトベルガーイン鈴鹿グループ A 大阪環状族。ではまず1つ目、ゲルハルトベルガーイン鈴鹿。1991年 F1 日本グランプリ、アイルトンセナとの劇的なゴールシーンを演じた鈴鹿ウィナーのゲルハルトベルガー。彼がグランプリを優勝した翌日、ニューシビック SIRN1 仕様を鈴鹿で試乗。ヘルメットもグローブもなく、履いているのはなんと革靴。それでいて圧倒的な速さで走らせるベルガー。そして甲高い方向を響かせる EG6。走行後 EG6 の印象を聞かれたベルガーはこう答えました。ハンドリングはとてもいいと思う。 FF は普通アンダーステアだけど、シビックはそんなことはない。とてもコントロールしやすい。エンジンは昨日の F1 と比べればちょっと馬力が足りない。 F1 のエンジンはもう少し速い。でも 1600cc としては馬力は十分だし、回転の上がりもいい。これは若い人たちにとっては完璧に楽しめる車だね。このベルガーのインプレッションを聞いて EG6 を買いに走った若者も少なくなかったといいます。次に2つ目、グループ A。 1985年グループ A 規定によってスタートした JTC。 この JTC の最小排気量クラスにおいて、1987年から1993年までマニュファクチャラーズタイトル7連覇という偉業を成し遂げたのがシビック。 JTC に初年度から参戦した3代目 AT 型ワンダーシビック、4代目 EF9 グランドシビックを経て、グループ A 最後のモデルとして投入されたのが EG6。 そもそも EF9 の時点ですでに B16A エンジンは搭載されていました。
でも EF9 は本来このエンジンを搭載することを想定されていなかったため、前後重量バランスが崩れフロントヘビー、結果アンダーステア傾向に悩まされる車体でした。しかし EG6 では当初から B16A を搭載することを考慮し、フロント周りを最適化、バランスの改善がなされました。おまけに EG6 では B16A の熟成が進み、エンジンはさらに進化。 1.6Ln8 は思えない驚異の最高出力230馬力を誇りました。1992年の第4戦にデビューした EG6 は第6戦で早くも優勝、その後も優勝を重ね8戦中3勝をマーク。1987年から続くマニュファクチャラーズタイトルの連覇記録を6へ伸ばします。翌1993年シーズンはさらに悪化。この年でグループ A は終了となってしまったのですが、それを締めくくるかのようにシリーズ9戦中8勝という圧勝劇を披露し、マニュファクチャラーズタイトル7連覇を達成。ライバルのカローラレビンを全く寄せ付けませんでした。まさに天禄最強エンジンであった B16A と天禄最強マシンであった EG6。カラフルなカラーリングが印象的なジャックスシビックの勇姿を思い浮かべる人も多いんじゃないでしょうか。最後に3つ目、大阪環状速。最盛期が1980年代後半から1990年初頭と言われるこの環状速。もともとはシビックワンメイクレースで放出されたレース車両を購入した若者が阪神高速1号線にマシンを持ち込んでレースまがいのことを始めたのが最初。その後徐々にその規模は膨れ上がり、 VTEC エンジン搭載の EF9 の登場でその人気は爆発的に加速。当然 EG6 もその後継マシンとなったのでした。1990年頃は首都高でもローリング族と呼ばれる走り屋がいましたが、そのマシンの主力は GTR やスープラ、ZRX7 といったビッグパワーマシンが大半、シビックなどほんと少数派でした。だとしたらなぜ大阪ではシビックがもてはやされたのか。これには歴史とした理由があります。それは環状線のレイアウト。複合的な合流が多い環状線は首都高に比べて速度レンジが低い。そして複数の車が走る中を速く走るためにはいかにうまくすり抜けるのかが重要。つまりシビックの VTEC による瞬発力とボナンバーボディがアドバンテージとなり、格上の車相手でも十分勝負になる。これがシビックがもてはやされた理由。その環状仕様と呼ばれるマシンには次の3つの特徴があります。ベタベタに下げられた車高、爆音を轟かせる直感マフラー、レーシングカー張りの派手なカラーリング。さすがに違法改造バリバリの車を放置するほど警察も甘くなく、1990年代には取り締まりが強化。環状速は徐々に衰退していきましたが、未だにその系譜を引き継ぐマシンは完全には消えていません。様々なエピソードが豊富な EG6、 みんなが愛した EG6、 そんな天禄スポーツ最強マシンの走りをご覧いただくことにいたしましょう。ではどうぞ。サイド EG6、ハイパワーチューンで有名なディサイド。もちろんパワーウェイトは 2.4 キロとトップクラス。1800に排気量アップされたエンジンに GT2835 プロターボで、まるでドラッグマシンのような加速をする。足回りは現在2つ目中で59秒台を目指す。赤黒のマシンが見えてきた。さあ、スラントンの2周目。
これが最後どうでしょうか。56秒38で出た出た事故でした。ブイオクトスピード、全国の主要サーキットで年間7000行われるこのスーパー N1 耐久シリーズ、通常300キロ程度のレースがほとんどだが、今回の富士6時間耐久に至っては実に800キロコース。走る側だけでなく見る側もほとんど耐久状態で、しかもお祭り気分。他のクラスに比べ終始バトルの連続で N1 マニアの間では結構人気のクラスなのだ。重ねるごとにどんどん肥大化していったシビック。でもシビックってもっと気軽に乗れて軽快に走る車じゃなかったのか。そう、 EG6 のように私にとってのシビックとはまさにこれ。あなたにとってのシビックはどれですか？いかがでしたか？今回は EG6 を紹介しました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オクトスピードはビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスしてより楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。